シン・ヘソンは、インクエンターテインメント所属の韓国ソウル出身の、女優。清掃大学映画芸術学科卒業。2012年、TV ドラマ、揺れながら咲く花でデビュー。2015年頃から、TV ドラマ、ああ、私の幽霊様や、彼女は、綺麗だったなどで主要な登場人物を演じるようになる。 この二つのロマンチックコメディ作品で全く異なるキャラクターを演じ分け、特に彼女は綺麗だったでは MBC 演技大賞のミニシリーズ新人女優賞にノミネートされるなど女優として徐々に頭角を表し始めた。2016年出世作となった TV ドラマドキドキ再婚ロマンス子供が5人において主人公の妹で小学校教師の4手を演じた。 受賞こそ逃したが、この役で、KBS 演技大賞の助演女優賞、最優秀新人賞、ベストカップルなど、複数の賞にノミネートされ、一躍注目されるようになった。同年には、TB ドラマ、青い海の伝説や映画、華麗なる、リベンジなどにも出演し、活躍の舞台を広げている。2017年、父親の冤罪を晴らそうと奔走する。 新米剣ジヨンウンスを講演した t v ドラマ秘密の森で第1回ザ・ソウルアワードの新人女優賞にノミネートされると t v ドラマ黄金の私の人生で初めて主役に抜擢され2017年 KBS 演技大賞の長編ドラマ優秀演技賞を受賞した特に黄金の私の人生が45%を超える視聴率を記録したことで 主演女優としての評価を確固たるものとした。2018年、TV ドラマ、30だけど17ですと、死の賛美に出演。30だけど17ですで SBS 演技大賞、最優秀演技賞を受賞した。ありがとうございます。